下手を打てば彼の将来は去ってしまうでしょう。みんなどうか私の指示通りに動いてください。行くぞ。戦場中央に大軍と対峙している英傑がいる。圧倒的な劣勢だ。すぐに助けなければ。いえ、あの位置と敵の陣形を見るに。お待ちください。手出しは厳禁です。相手は小勢だ。このまま押し潰す。後方部隊を南の城を抑えよ。城を取られては英傑の策に成り立ちません。敵が迫る前に倒してしまいましょう。こっちは撃っちまっていいんだな。槍の股だ。出るぜ。行くぞ。死にかける博打好きがいるらしい。あいつまだ潰れぬか。よし、北に回り込む。後方から奇襲をかけよ。あちらに行かれるのまずいはず。急ぎ撃破してください。敵はすでに島津の術中だ。まあ、あの策立花には通じぬがな。百花繚乱。向こうの戦を知る。行きます。自分の家に行く。はぁ、この家は両翼準備は良いな。かかれ。共に戦わせてくださいませ。受け止まりました。なんだ。うわあ、貴様もこの場に来ていたか。戦屋、討ち取ったり。すり延ばせ。なんとかの一つ覚えで勝ててよかったな。よく知った顔もおったか。ならわしも共に参ろう。お主順に行くといい。似たような身なりの男がこの戦場にいるぞ。士官の誘いを断り城にこもって元の世界で仕事漬けだったなんて抜かして。立花が出よう。きっと私のよく知る方でしょう。こんなこともあろうかと手土産を用意しています。そうですね、大一殿、お願いしてもいいですか。これを城にいる彼のもとへ届けてください。はい、私でよければお引き受けいたします。行くぞ。この戦場、俺が混沌に乗り込んでやる。あなたのような才人が味方でよかった。己の幸運に感謝せねばなりませんね。これが噂の釣りのぼせか。間近で見るとすげえ迫力だぜ。敵将討ち取ったり。準備かやつ、釣りのぼせを読んで指示してたのか。やっぱ王都の才ってのは伊達じゃねえ。主人は冷静で的確な判断を下される。純一様のお味方で本当に良かった。走れ全面。敵の増援がこちらに近づいている模様。なるほど。避けよ。いかず今いる敵は千軒。主力が来れば武将を開演する余裕はなくなります。クーズどもが、はあ、撤退するほかない。敵を相当する。かしこまりました。これがあなた。やっぱ強えな。行けるとこまで行っちまえ。なんて先までも見透かす純育殿の才。我が一族諸葛亮殿に匹敵するかもしれぬ。せいっ。
敗北というのもなかなか面白い。またお前とのアレルスが楽しみだ。美しい姫君だ。私好みの美酒をいただけるとはありがたいね。さてはジンニクどもの差し金か。やれやれ、もう少し羽を伸ばしたかったけれど、やっとお会いできましたね、カクカ殿。殿もお待ちです。その際お役立てください。残念だね。もう少しゆっくりしたかったけれど、早速働かないといけないようだ。敵を掃討する。かしこまりました。先遣隊は無事か。ホーレーメン、今より参戦する。敵の増援とは、あの隊に我らだけで立ち向かえるのだろうか。再会を懐かしむのは後にしましょう。義弘殿、どうかお力添えを。閣下殿、あなたもです。敵の動きを見る、北と南の両面からこちらを包み詰める。北の大軍は義弘殿に足止めしてもらう。その間に主力は南の敵を殲滅してくれるかな。鬼は七に共に戦わせてくださいませ。まずは満足。実はこのようなものも用意しておいた。ご無礼ながら見ていられません。なんだ、前に進めねえ。あら、大谷貴君、始末の鉄砲隊か。まさかこんなところで拝めるとはな。足止めは十分。撃ち方やめ。よし、攻撃がやんだぞ。今だ、突っ込め。残念だけど南方の部隊はもういない。義弘殿の敵も思い通りに動いてくれている。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。無数の敵、まずは満足。鬼島津の戦、存分に馳走してやろう。先に出してやろう。さすがは古の名軍師ですね。完璧なご采配、感服しました。鉄砲隊で足止めをするなんて、よくあれば島津の戦、引き迫るものになりますね。うん、義弘殿に任せて正解だったようだ。あの猛攻、敵はまず突破できない。あなたがいれば心配はいりませんね。それがしがお相手しよう。三国随一の軍師と鬼が手を組んだ。この口、はなから結果は見えていた。行くぞ。行くぞ。お嬢こそ天下の娘を食う。ライジングアイカトシ、味わえ。世界に来よう、異形に襲われよう。私の生き方は変わる。立場など共に勝利を。ライジンがイカズチ。カクカ、お前テキパキしてんな。見てて気持ちいいぜ。実に満足。
良き戦であった。勝利を飾れたことだし、今夜は新たな仲間と飲み比べといこうか。改めて